元老院は、カナダ議会を構成する議員。首相の助言により、総督が国王の名で任命する。原則として105名で、州、順州ごとに、以下のように、議席数が決められている。ケベック州では州を24の区域に分け、それぞれの区域から1人ずつ選ぶよう定められており、言語権の偏りが生じないようにする。特例として 4? または8名の議席を増やすことができる。この場合、オンタリオ州、ケベック州、大西洋沿会、西部の4地区にそれぞれ同数だけ増やす。特例を重ねて適用することはできるが、113名を超えてはならない。特例を重ねない場合、原則の定数になるまで新たな任命はできない。1867年に現行の議会制度になって以来、 この特例が実際に使われたのは、物品サービス税の可決を意図した1990年の事例だけである。イギリスの権限が残っていた1874年には、カナダ首相が特例実施を求めたものの、イギリス政府の反対で実現しなかった。逆に、欠員が生じた場合、必ず元動員議員を補充しなければならないのか、という点には、 憲法上明確な規定がない。東廃炉の強い使命が続く現状に不満を持つスティーブン・ハーパーが首相在任中に欠員の補充を拒否し22人もの欠員を生じさせた事例がある。元老院議員に任命されるための資格は4000ドル以上の不動産を持つ30歳以上のカナダ国民で代表する州に居住していることである。 ケベック州の場合はこれに加えて代表する区域に居住するか不動産を有する必要がある。財産または居住条件を満たさなくなった場合は失職するが政府官職のために首都タワに居住する場合は含まない。万75歳まで議席を保有することができる。15名ありがとうございます。